どうも、九州タワーズです。今回は渋谷で声をかけた若者にファッション事情を聞いてみました。じゃあまずペンネームと出身教えていただきたいです。ペンネームはソーヤです。ソーヤ、ソーヤさん。出身は青森。青森県、はい。年齢はいくつですか？年齢22になります。22歳。先月で22です。はい、大学4年生。青森から上京してきた宗谷さん、身長が僕より高く180センチ後半の方で、渋谷の中でひときわ目立つおしゃれさんでした。それではまず宗谷さんのファッションのルーツを聞いてみようかと思います。高校生の時ってファッションに興味ありました？それが自分高校2年生ぐらいまで全然本当興味なくて、はい、そのきっかけが友達が私服で遊ぶ時あるじゃないですか、はい、その時にもうめちゃくちゃおしゃれだった、はい、それで聞いてどこの服って、はいはい、そこから目覚めて、なんかいろいろ雑誌とか買ってみてそこから目覚めた。でそこから大学生になって、まあ、自分でお金使えるようになって今こういったファッションしてる。東京来たらもっとすごい人いっぱいいて。そうですね。いやもうすごいな。そうですよね。からさらに参考にしてる、まあ、有名人だったりインスタグラマーさんとか何かあれば教えてください。自分はまあ最初雑誌とか、はい、メンズのとかそういうの見てたんですけど、途中からなんか好きなモデルができて、はい、インスタグラムで見つけた人なんですけど、高橋尚さんっていうのと、はいはいはい、僕もフォローしてますよ個人的に。あと太田誠也さん、はい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 、美容師方々、美容師系のストリート系が好きで、はい、そこからかっこいいなって思って、あそれで目覚めて、あ、真似しよう、ここの服買ってるから、はいはい、自分も買ってるから、はい、考えて、それで認識してます。私もフォローさせていただいている高橋尚さんが憧れの人ということで、ちょっと趣味が合いそうです。月においくらぐらいファッションに？自分は結構ばらつきあるんですけど、はい、多い時で8万、10万ぐらい。なんかもう食費削ってまで、はい、そういう服とかについ冷やしたくなるぐらい。食費を削ってまで服を買ってしまう宗谷さん、すごく共感できますね。好きなファッションブランドさんとかありますか？はい、最近までずっと古着あったのが、はい、ヨジヤマモト、はい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 、ファッションショー、はいはいはい、で、あ、生でですか？はい、すごいですね。それで、それなんか昔のヨジが、ヨジの、はいはいはい、服のデザインしたやつとか、今のヨジとか、はいはい、結構見比べて、ヨジってすごい。へぇー、検索だなと思って。そうですね。最近もヨジヤマモト。この辺ほとんど古着ですか？いや、これはもうあれです、ユニクロです。ユニクロですか？やばいっすね。盛り出しました、ね、やばいっすね。これはあの古着屋さんで、これはあれですね、パレ、はいはいはい、やばい、全然見えないっすね。ユニクロセレクトの服なんです。ユニクロとこナイキ、ナイキだ、はい。東京のおしゃれさんはユニクロにハレ、古着屋のベスト、値段って全然関係ないんですね。この秋冬なんか狙ってるアイテムとかあれば。長袖のサッカー用、はいはい、めちゃくちゃ探してるんですけど、なかなか揃えますね、狙ってます。僕も探してて、この間ダメージゾーンでなんか6000円ぐらいでブルーのが売ってて、買おうかなって悩んだぐらい。僕も同じの探してます。結構趣味合うかもしれないありがとうございます。すいません、以上です。はい、ということで以上でインタビューを終了とさせていただきます。宗谷さん、ご協力ありがとうございました。次回はあなたの街でお会いしましょう。バイバイ。